どういうことかっていうと、一言で言うとこういうふうになります。お金にクレッシェンドほっ。はい、というわけで本日も、専門学科に最大150万円ね、文化庁の補助金の計画書を省略できるケースがあるらしいという11月18日版をお届けいたします。はい、本日のお話こんな風になってますね。募集案内をね、よく読んでみました。よく読んでいたら、なんとどうやらね、事業計画書の作成を省略してもいい人、省略できる人がいるらしいぞというところのお話を今日していきたいと思います。はい、というわけでね、最初にこんな話ちょっとしますね。ご案内、この動画のパワーポイント、これレジュメの PDF にしたものですね。こちらデータなんですけれども、音楽の LINE アットというのがございまして、こちらの下に URL が貼ってあります。YouTube の説明欄、概要欄に貼っております。ここの音楽 LINE アットの、ね、ポチッとしていただいて、クリさんに11月18日のレジュメをちょうだいよと送っていただければ、お渡ししますし、この同じ LINE アットで質問とか相談ができます。なので、ここのところにね、チャットでね、クリさん教えてくれって、どうなってるんだいって、困ってまーすと、助けてーとかって言っていただければ、クリさんがはーいっていうふうにあなたのもとにすぐさま駆けつけたいところではありますが、はい、ごめんなさい。今ですね、大変混み合っておりまして、9日とかお待たせしている人が出てきております。大変申し訳ないです。直接返信しているのでこういうことになってしまうんですけれども、でもいいって、もう私待つわ8日でも9日でもクリさんのこと待つわっていう方は遠慮なく必ず返信しますので、そちらの方をね、まあ相談とか質問とか寄せていただければなというふうに思います。はい、というわけで本編の方入っていきたいと思います。こちらでございますね。募集案内よく読んでみましたね。今回の追加申請ですよ。追加申請のお話、追加申請で募集案内にこんなことが実は書いてありましたとね。これ入力事項というページになるんですけれども、そちらの下の方にですね、こんなのが書いてありまして、事業実施のスケジュールおよび期待できる効果については A2 で申請する方のうち、 A2 ですよ、 A2150 万の方ですね、申請額が20万以下となる場合に入力が必要となりますと。ん？ちょっと分かりにくいですね。で、その後、太字で A2 での申請が20万円を超える、つまり20万1円以上となる場合は、事業実施のスケジュール及び期待できる効果とは別に事業計画書、Excel のやつですね、事業計画書。ね、A2 でやった方は、あれかって、分かると思うんですけども、の提出が必要となりますというふうに書いてあります。え、ちょっと待って、じゃあ何ちょっとここでもうすでに20万というラインによっていろいろ書いてあるけど、事業計画書の提出が必要な人と必要じゃない人がいるってこと？え、どういうことって。だって第1次第2次第3次申請の時は A2 の人は全員事業計画書 Excel で作りましたよね、一緒に作りました、そういう人もいらっしゃいますよね。あれがいない人がいるのかって。で、よく読んでみました。さらにこんなことも書いてあるんですよ。こちらです。さらにこんなことも書いてあるぞって別のページなんですけれども、こちらですね。事業計画書括弧所定様式 Excel って、あの Excel の事業計画書ですよ。あれ苦しいんだよね。ね、大変だったよね。でも乗り換えたよね。あれです米印、申請額が20万円以下の方は申請画面にて必要事項を入力していただくことで提出不要となります。お、長いけど省略します。申請額が20万円以下の方は提出不要となります。事業計画書ってことですね。事業計画書は提出不要となります。申請額が20万円以下の方と。あ、マジか。で、その後に申請額が20万円を超える場合は提出が必要となります。おうそういうことって。え、これどういうことなのって。ちょっと分かりにくいんですけど、これどういうことかっていうと、一言で言うとこういうふうになります。今回 A2 で申請する人の中で申請金額が20万円以下の方は事業計画書が省略できますっていう、ね、まあ一言かどうかはあれだけど、まあ一文で言うとこういうことです。もう一回言っときますね。今回 A2 で追加申請する人ね、 A2 で追加申請する人の中で申請金額が20万円以下の方ですは事業計画書が省略できるということになりました。補足しときますと、この遡ること、この入力事項っていうところで、このまあ
事業実施のスケジュールおよび期待できる効果っていうのを入力する画面がどうやら今まだちょっと入力画面がね11月25日になってないんで出てないんですけど、おそらくそこに入力するんだと思います。あの A1 の人がこう簡易的に Excel じゃなくて直接打ったあのイメージじゃないかなと俺は思ってるんですけども、あんな感じでおそらく入力すると思うんですね。だから Excel 作んなくていいって、いや楽だよね、助かるよねっていう感じでいけるんじゃないかなというふうに思っております。ね。で、ただですね、今回ちょっとあの気をつけていただきたいポイントがありまして、あのこれ勘違いしやすいんで、いいチャンスなんでちょっとお話ししときますけれども、使った金額ではなくて申請金額のことですよって、だからここに、これですね、申請金額が20万円以下の方は省略って俺書きましたけれども、申請金額ってそもそも、なんだっていう話はここでもう一回確認しとこうねっていうことです。申請金額っていうのはあなたが使った金額じゃなくて、あなたが申請した金額、言ったら文化庁からもらう金額、もうちょっと言ったら文化庁にちょうだいっていう金額のことです。こっちのことですから気をつけてくださいねと。ここは20万円以下なのか超えるのか、つまり20万1円以上なのかっていうことです。まあちょっとね、あのダメ押しでしつこいけど、ここ間違いやすいじゃん、だってね、何回も間違いやすいじゃん。はい、例えばですよ、例えばです、24万円の買い物したとします。24万円の買い物したとします。何でもいいですね、8万円のシンバルを3枚買ったとしますね。24万円買い物したとします。これまあ使った金額ですよね、ここ使った金額で24万円の買い物をしたので、まあ補助率が3分の2だとしたら、24万円の3分の2の16万円の補助金をくださいって文化庁に言うわけじゃないですか。24万円の3分の2を16万円くださいって言うわけですよね。そうするとこの16万円の補助金くださいっていう金額が申請金額ということになります。だから申請金額が20万円以下だったら事業計画書作んなくていいよって言ってるわけですから、この方どうなりますかね。申請金額が16万円なんで、この方は事業計画書を出さなくて OK、 Excel のやつの面倒な方は出さなくて OK ということになります。あれどっちなんだろう、私24万円のお買い物で16万円の申請なんだけど、栗さんが言ってる20万円以下と20万超っていうのはどっちみたいな。24万円の方だとしたら私20万円超だから計画書作んなきゃいけないのかな。大丈夫ですよお嬢さんね、作らなくて OK ですということになります。まあこんな風にね解釈していただければいいかなと思いますので、今回はこの事業計画書をね、一部の方 A2 なんだけれども20万円以下、申請額が20万円以下、追加申請の中で20万ってことですね。トータルじゃなくて9月30日までの金額はまた別立てのはずです、ここは。はい。今回の追加申請の金額、11月1日から2月28日までに、まあ、かかった金額に対して補助してちょうだい、お金ちょうだいって言った金額ですね。が、20万円以下の方は事業計画書を作らなくても OK っぽいぞということを見つけましたよ、確認しましたよというお話でございました。はい。本編ここまでになりますけれども、これね、文化庁に関してはまたきっと何かしらね、新しい情報がボン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 出てくると思います。3日に1回ぐらい出てくる感じしますよね。Q&A が出ましたとか、それから、俺が直接文化庁に質問しましたとか、皆さんからこんな質問が増えておりますとか、こんなのいっぱいいっぱい出しておきますので、お待ちください。文化庁だけでもね、あと1ヶ月ぐらい、12月11日とかだから、あと3週間ぐらいかな、ぐらいは、情報を出していきたいと思いますので、まあそんなわけでございまして、宣伝を兼ねますけれども、すいません、この情報をですね、できるだけお見逃しいただきたくない音楽家の方のね、あなた方に見逃してほしくないというわけで、ぜひチャンネル登録ですね、この辺かな、チャンネル登録の方をね、ぜひお願いしたいと思いますし、それから、高評価、グーッと、栗さん、グーッと、グーッと、これが、どれだけ俺の励みになるかというのをね、はい、ちょっとさしてみてください。嬉しいんだよ、すごい嬉しいんだよ、あなたの高評価グッドってのはすごい嬉しいので、ぜひこちらの方ですねいただければな、嬉しいと思いますので、どうか一つよろしくお願いいたします。なんて言うんで最後お願いになっちゃいましたけども、また別の動画でお会いしましょう。